意味わかりません。バルバンガあ、めっちゃ髪の毛洗ってる、めっちゃシャワーしてる。皆さんこんにちは。てれーとて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 とはい、皆さん、あれがマリナベイサンズです。見えますでしょうか。でかっ、クソでかいね。めっちゃでかいね。ここはシンガポールで、まあ絶対来るべき、そう、セントラルのとこで。で、今日はシンガポール2日目なので、はい、2日目です。シンガポールらしいことをね、たくさんしていきたい。観光地とかね、いっぱい回りましょう。ご飯とかね。はい、じゃあまずはあいつの目の前にあるマーライオンにね。これが一番有名だよね。そう、三大がっかりのやつ。そう、三大がっかりのやつ。三大がっかりのやつ。三大がっかりなのは、写真ではすごいでかく見えるんだけど、はいはいはい、実はクソちっちゃい。ちっちゃい。これは前来た時、中学1年生で見て、しかもその時工事中だった。最悪やん。最悪の状態で見て、めちゃくちゃがっかりした。だからじゃあみんなの反応楽しみです。俺らは見れるからね。当時の自身もさ、工事してたからまだ見てないんだよね。そうだ、そうだ。そうなんかい。オッケー、じゃあもう見ちゃいましょう。よし、レッツゴー。レッツゴー。はい、じゃあ今目の前に、え、でも来たね。あった。まあまあじゃない、まあまあ大きくない。まあまあ、いや俺はちっちゃい。いや、これはね、ちっちゃいよ。まあまあ大きいよ。ちっちゃいよこれ。俺は中学1年生の時に来て、うん、その時にちっちゃって思ったんだけど。ちっちゃいな。これちっちゃいよな。まあまあ日本の大仏よりちっちゃいから、はい、ちっちゃいか確かに。じゃあちょっと大塚行ってみて。あ、これね。ね、ちょっと待って。手入れない、口開けて。オッケー。え、どう、ちっちゃいな。ちっちゃいよ。ちっちゃいよな、あれ。ちっちゃい。もうバニラベイサンズと比べたら全然ちっちゃい。ね。だってあれ向こうにあるのにサイズが。ちょっと見てみて。あ、よし、こっちバージョンね。いや全然こっちや。あー、待って、あ、ちょっと俺がこうできればいいの。水を受けてる少年。あ、オッケー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 。いい感じ。あ。オーケー。顔洗ってる。じゃあ俺シャワーするわ。シャワーだったらもうちょい、もうちょい。あ、いい感じ。あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。あ、オッケー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 。あ、めっちゃ髪の毛洗ってる、めっちゃシャワーしてる。あ、体洗ってる。絶対に違うけど、こんな場所でするの。ワンタップ。はい、皆さん、これがね、マーライオンの遊び方です。あれと写真を撮るっていうよりは、一緒に合体して遊ぶみたいな。そうだね。分かった、じゃあお前が口から出して、俺が受け取る。もっと前、もっと前、もっと前、もっと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 。あ、オッケー。どういう状況やね。意味がわからん。ユウスケが口から出して、それをトモヒロがリュックの中に受け止める。意味わかりません。はにゃ。実は知らないと思うんだけど、うん、マーライオンってシンガポールに2つあるの。で、1個しかないと思ったでしょ。これ1個でしょ。そう、これが1個で、もう1個あるの。どこに。すぐ近くにある。案内します。マジ。じゃあここからもうすぐ行けるから。見えちゃった。ちょっと見えちゃった。なんかだいぶ勢いが弱いタイプの。見えちゃった。じゃあここがノーマルのね、本物で、ここの真後ろ、あれ、ミニマーライオンと言います。これが隠れ家のあれか。こっちか。こちらがミニマーライオンと言います。なるほど。これがメイン。いや、違うわ。これがっかりよ。こうやってね。あ、そうそうそう。これあれでしょ、あの神社行く前のあのミニマーライオン。これをミニマーライオンと言います。え、こっちあのお金とかポーってやっていいですか。いや、わかんない。違うやろ、トレビの泉じゃないから。絶対ダメ。最初これ見た、これ見て本物だと思ったら本当にがっかりだよね。あ、でもさ、逆にこれを本物だと思ってあっち見たらちょっとがっかりじゃないかもしれない。確かに確かに。はい、なので皆さん、くれぐれもこれじゃなくて、あの奥の
あのでかい方なんで間違えないでください。間違えちゃダメよこれは。なんで2個作った。分かりづらいよね。謎だなこれ。うわユスケジャリカメラマン、お疲れさんでいりサルスネパスティアンビルフォードディセニア。いやパスティ。オッケーで、ユスケチョバ、ユスケチョバチョバパチョバンゴンゴンマンタプチワディセット。オッケーディサナマンタプチワ。オッケーバルバンガ。アダバニャコライ、インドネシアディシンガポールや。バニャダバニャバニャ。いやバニャ。またブーチワ。はい着きました。今日のお昼ご飯はですね、シンガポールのローカルフードということで、はい、チキンライス、はい、でチキンライスの有名な店として、あの運転手に紹介してもらったのが、はい、なんていうんですか。ボントンキー、ボントンキー、ボントンキー、ボントンキーというお店ですね。ボントンキーというお店ですね。ボントンキー、はい。で、まあちょっと今の時間が1時なんで、まあ、お腹も空いたんで、早速行っていきたいと思います。はい、Let's go。超有名らしいからね。ちょっと楽しみですね。はい、そうですね。でかい声でこんにちはって呼ばれた。すごい日本語ペラペラやね。じゃあここか。おはようございます。丸テーブルか。めちゃくちゃ中華料理ね。ね、じゃあじゃあ注文していきたいと思います。 OK。 あ、じゃあ今日は、はい、とりあえず、スウィンサーポーク、これ一つ。酢豚ね。酢豚、はいはい。他がおすすめだったのが、おすすめ空心菜。あ、出た。おいしい中華料理といえば。はいはいはい。いつもインドネシアでも頼んでたもん。そうで、あとこれ一つ。えこれ絶対うまい。多分なんかクスピークリスピータフォー、クスピータフォかな。タフゴレン。タフゴレンね。カヤタフゴレン絶対うまい。ラジュが、ここの一番の、はい、チキンライス。出たー。めっちゃ分かりにくくないこれ。ね、チキンライス、サテポルシー、1万円、安っ、サテドール。以上です。以上です。はい。OK、じゃあ待ちましょう。いただきます。いただきます。じゃあ、まずはチキンからいただきます。めっちゃうまそう、これ。めちゃくちゃうまそう。柔らかっ。うわー、いただきます。いただきます。めっちゃさっぱりじゃん。プニプニ。ライスにめっちゃ味ついてるわ。うまい。めっちゃうめえ。ライスがめっちゃチキンの香りついてるな。チキンの油かなにからやってんの。絶対さ、これかけたほうが面白い。早くね、かけるの。はい、スタンバー、ソースタンバリア。インドネシア行っちゃったからさ、味の薄さがね。薄いよね。ちょっと薄い、ちょっと薄い。確かに東南アジアに来て薄いよ。なんか優しい感じの味。はい、guys。あたすなし、タンバー、アヤン。タンバーが、タンバーソースタンバリア。うわ、めっちゃ辛い。絶対辛い。ご飯やばい。ご飯めっちゃ相性いいね。うまっ。最後ご飯だ。このソースが甘いテイストも入ってるから、スイートチリソース的な。バカうまい。おげやくちょば。スイートチリソースの感じだね。うまい。相性めっちゃいいわ。うお、顔げえやん。ほんと向いてるわ。待ってくる。マジこれご飯がレベル1でうまいわ。相性マジいい。ご飯がうまい。おー、オーケーガイズ。プリクリニア空心菜。空心菜ね、これはもうインドネシアからうまかった。そうね、間違いない。空心菜好きすぎて家で料理作ったもん。やばっ。意外マジうまい空心菜。匂いがガリックや。あ、最高の匂いこれ。匂いが最高です。いただきます。いただきます。米が進む味や。やっぱ味濃いのがうめえな。うん。
なんか東南アジア来た感がすごいな。全然一体食べるとあ、うまかった。あの、インドネシアのさ、サユール、なんだっけ名前、チャカラン、うんうん、これ、おすすめやな。ここめちゃくちゃおすすめ。安くないしかも、うん、すごい買ったよね。これもう、あの、来る前のドライバーの人にね、そう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 、疲れた道やから。最高に美味しいわ。 OK、じゃあブリクニャ。どこの何がすぐ、はぁ、まあ、中華料理といえばね、トマト入ってるの、ね、ちょっと甘いのかな、これ。多分、甘めのソースだと思う。巨作者やん。パイナップル入ってる。意外とアラナラスや。うわぁ、小麦だ。これでかくアナカ兄弟。ハリニャクマウマカンアナカラ。アナカラ。何やってこれ、何だって。いただきます。いただきます。中華じゃないよ。あ、うん、まちょっとでも、日本のやつ全然違うな。うまいね。さっぱり系じゃないな。うまい。やばい。酸味がすごいね。エラパラバラ。なんか、酢の酸味じゃないね。日本だとさ、酢豚ってやっぱ、お酢が強いけど。ナナス、エラパラバンガツロ。うわ、パイナップルパークの人が踊り出しちゃうんじゃないの。パイナップル。パッパパッパパッパパ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 パ匂いが分かんなかったのさ。ポッシブルポッシブルポッシブルの匂いとか、ポッシブルが甘いわ。甘いんだ。甘いんだ。甘い系のこれスイーツだ、絶対。これね、うまいです。ヘルシースナックだ。いただきます。中身豆腐だ。何味これ。なんかもう中トロトロ、ね、マジトロトロ。これがなんか酸味強くない、酸っぱいソースちょい酸っぱい、酸っぱ甘いね。ね、で中トロトロだからすごいなこれ。面白い、ね、美味しい美味しい。初めて食う食感、なんかうわ、インドネシアの食べると全然違う、ね、うん、こっちもインドネシアだと硬いじゃん、結構こっちふわふわふわ。デザートだね、うん、これは美味しい。ヘルシーデザート、素晴らしい。うまい、全部100点だ。うまいな、めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃうまい。ローカルの人に教えてもらった店がダリアン。オーケーガイス、スダマカンツヤンダンマクルジャスディキエットブルマイスディキエットスカランジャムジャム、ストゥンガジャム、ストゥンガジャムスンビラン、ドラッパ、ドラッパ。今7時半だよ。あ、7時半俺の8時半になっちゃった。日本、日本だそれ。おや、スカランジャム、スタンガドラパン、スタンガドラパン、スタンガドラパン、ダンプマンダンガニャインダバンガットカヤキディ。オッケー、フォト、うわーうわ、めちゃくちゃいい。めちゃくちゃいい、これ。めちゃくちゃいいけど、やば、やば、これ。おーい、おつかー、やば、おい、あ、これカメラのがいいわ。ユースオケマンタブジワ、おい、え、チョバガンテン、チョバガンテン、うわーい、あー、このシャツがなんかビジネスマンやな。チョバブルナン、チョバブルナン、バンカン。マンタブジワー。はい、ということで本日、シンガポール2日目終わりました。終わりました。どうでした？めちゃくちゃ濃い一日だった、うん、今日そのね、日本のちょっと有名な方に会ったんですけど、 その方的に動画が撮れなかったんです。まあでもそれ以外も今回動画で見せた、あと夜のマリーナベイサンズ、マリーナベイサンズ昼来ても夜来ても最高です。俺的には夜のが良かった、うん、夜のあのなんか夜景がさ、こうなってるところがめっちゃ綺麗。ここの夜景すごすぎた。世界3台ぐらい綺麗なんマジで最高でした。OK guys、じゃあ皆さん見てくれてありがとうございます。ライクシェアサブスクライブ、ジャガルパヤー。
じゃあまたねー、またプーじわー、あよ参拝張りくティガー、おやすみなさい。